ミントチ、またはミントチカムイはアイヌに伝わる彗星の犯人犯獣の霊的存在。カッパニルイソル妖怪とも言われる。ミントチが現在使われるアイヌ語表記であるが、ミントチという金表記も日本語で書かれた文献などに見つかる。ミントチは湖、または川に住むという犯人犯獣の架空の動物、または霊的存在で、 水の精霊の一種と考えられていたとされる。またカッパと同類な妖怪ともされているが、仮にそうであっても、アイヌ特有の伝承が盛り込まれていることが考察される。ミントチというアイヌ語は、いわば日本語からの外来語で、本土の伝承でカッパを意味する、水地系の名称が借用されたものと考えられ、このカッパの水地、 江戸地等の語源は、竜の一種の水地に由来するものと考察されている。バチェラーは、アイヌ語の耳、み、肉と、トゥームーンチー、まからなる、複合語だとしている。アイヌの古老によれば、ミント地とは、本土の人間がカッパ種として呼ぶ故称であり、アイヌは、山川の人の意で、シリシャマイヌと呼ぶという。特等という特徴や、山川の人という異名から、 山の神の性質も兼ね備えているとの説もある。古称に地域差があり、千歳方言ではミムトジ、石狩ではミントチと発音される。日本語の文献ではミンツチと表記されることも多い。十勝地方や釧路地方ではフンドチとして知られ、十勝平野東部の池田町の伝承では小さな老婆だか老屋だかわからない姿で、ドキドキフンという、 大きな音を立てるという。アイヌのカッパは他に、ミントチカムイ、ニントチカムイ、フントチカムイなどとも称されるという。ミントチの伝わる北海道の河川の一つ、石狩川瀬格好は3歳から12、13歳の人間の子供と同程度で、頭には髪があって、カッパのような皿はなくてカッパに遭遇する話。原話ではカッパとしておりアイヌ名で呼ばれていない。 カッパの予言通り、行き先の村人は、若者の要件に応じたくないので、巨帳、フリカムイ、フリーカムイのところに差し向けるが、若者はカッパにもらった小さな袋に守られて、攻撃に耐え、美しい羽を得る。皮膚は、ウミガメのようで、その肌色は、紫色か、赤色に近く、足型は鳥かカマの形に似ている。両腕が体内で繋がっており、 片腕を引っ張ると、もう片方が短くなる、あるいは両腕ともに抜けてしまう、とも伝わるが、この伝承はカッパについても言い伝えられるものと同じ、身体的特徴だと指摘される。人間や牛馬を水中に引き込んだり、人についたり、女について男を誘惑するという伝承も見られるが、これも本土のカッパのかまびき伝承と共通するものである。また、釧路では、 ノームの夜などに不意に前方に人影が現れ、呼びかけにも答えずに前へ歩いていくことがあり、その足跡が鳥のようなので妙だと思っていると、その人影が消えて背後に回り、ミント地が隙をついて水中に引きずり込んでしまうという。ミント地による危害や、逆に、ご利益については追っていかに触れる、河川や湖に住む、害して邪悪な人魚の一種であるが、ただし、 善良な人魚ピリカミントチと称される山の生もいると、ジョン・バテラーは説明している。人を捕らえては喰らう恐ろしい水溶か、水性とされるが、以下に説明するように、川の生も温潮をもたらすし、山の生も怒らせれば、災禍をもたらす。ミントチは、魚族を支配する神でもあるため、漁師たちに漁運を授けることもするが、それと引き換えに水死者の犠牲も増やすのだという。 石狩地方では、ミントチが魚をたくさん取らせてくれたが、その代わり毎年必ず何人かを殺すので、人々が、日高の静内の方へ移ってほしいと頼んだところ、水死者は亡くなったが、魚も取れなくなったという。また、旭川市の近文集落に向こう入りしたというミントチも、放漁をもたらした代わりに川での水難者増加の、長本人だと発覚し、 追い払われてシビチャリ側に移住したとされる。また、山の狩猟で獲物をもたらすものとも信じられている。ある伝承では、民土地の頭領を、民土地とのといい弓矢を携えていて、人の難を救ったり、弓矢を与えたりするが、その返礼に、三木や神兵を要求するので、それに応じなくてはならないとされる。ただしこの時のぬさは、通常の神に捧げる稲尾より、 簡易なものにすべきだとされる。また、民土地が若者に化けて、若い娘のいる家に向こう入りし、領運や幸をもたらすが、怒らせるとその地域一体の食料の霊を、さらっていくという、恐ろしい面もある。旭川や猿川では、民土地が人を守護するという話もある。一つの起源伝説によれば、沖くるみ人が降臨して、アイヌの世界を治めていた頃、沖から放送神。 パツムカムイが出現し、多くの病死者を出した。そこでオキクルミは61体のチシナプカムイを作り、それらに命を与えて放送神と戦わせた。この61体のうちの60体は戦死したが、最後に残ったチシナプカムイの対象によって、放送神は全滅した。この戦いで推進したチシナプカムイが、民土地になったという。より現実味を帯びた話として、 放送神は、江戸時代に、本土の日本人がアイヌと交易を行うために船で、北海道を訪れた時、微罪船に乗ってやってきた病魔という伝承があり、その病気から身を守るために草人形を作る慣習が、起きたという説明もされている。ちなみに、チシナプカムイは我らが結束ねた神の意である。このヨモギソウのチシナプカムイが、民土のご本尊と言い伝わるそうである。ありがとうございます。